消防車あるいは、消防自動車とは、消防に用いる車、自動車のこと。つまり、火災や他の災害に対応するため、火災鎮圧や炎症防止のための装備を備えた特殊な車、自動車である。消防車は、火災や他の災害に対応するための、火災鎮圧や炎症防止のための装備を備えた特殊な車、自動車であり、 緊急車両に分類されており、サイレンを鳴らし系光灯を点灯させれば、道路を特例的な方法で走行することが各国で認められている。消防車に赤い色を採用している地域は、イギリス、フランス、スイス、オーストリア、日本など多いが、ドイツは赤、または紫色を採用し、アメリカでは各消防局ごとに色が異なり、 地域によっては白色などの場合もある。ポンプ車は水を扱うので、北欧、ロシア、日本の北海道、アラスカなどでは凍結防止策が施されている。なお消防車というのは、街中の消防署によってのみ所有、使用されているわけではなく、軍隊、空港などによっても所有、使用されている。英語のファイヤーエンジンはあくまで消火を行うための、車両だけを指し、 救急車は全く含まない。日本で一般の人々が言う、消防車も主に火災を鎮圧したり炎症を防止するような車両を限定して指して使われており、つまり主にポンプ車やはしご車を指し、救急車は全く含まない。つまり、一般の用語の消防車は救急車とはかなり明確に区別されている。一方、日本の消防行政側や、 消防署側が使う行政用語の消防車両や消防自動車はともかく消防署が保有して業務に使っている車両を全部ひっくるめて指すための表現なので結果としてポンプ車やはしご車だけでなく指揮車両もさらに消火は全然できないが消防署に配置されている救急車まで含んでおり一般の用語と消防行政用語が指す範囲に明らかなズレがある 本記事では、基本的に、主に消火活動や、炎症防止を行うための車両について説明し、消防署の指揮者などにも、若干触れる。救急車は、基本的には別概念であり、当百科事典でも別記事が立てられているので、救急車の、記事の方を読むこと。自動車のない時代から消防車は存在し、馬車や、人力車が用いられていた。 1721年と1725年に、イギリス、ロンドンで、リチャード・ニューシャムによって、手動消防ポンプ搭載の消防車に関する特許が、出願され、すぐに、イギリスで、高いシェアを獲得し、1730年代には、アメリカのニューヨークでも採用された。1905年、アメリカのノックス・オートモーティブ・カンパニーが、実用化されて間もないガソリンエンジン駆動のトラックに、 消防ポンプを乗せたものを作り、これが近代的な消防自動車の第一号となった。ドイツバーデンビュルテンベルク州ザーレムの消防博物館収蔵の17世紀の消火活動の絵。手動式消防ポンプが使用されている。消防車に搭載される消防ポンプの歴史は、紀元前245年にアレクサンドリアのクテシビオスの発明したポンプに見ることができる。 クテシビオス以前にも放水具と呼ばれるものは存在したが、気候は非常に単純であり、今日の消防ポンプとのつながりを乱すのは困難であった。同様のポンプをクテシビオスの弟子と言われるヘロンも発明している。クテシビオスの消防ポンプは単動式ピストンポンプであり、 一回ピストンをストロークするごとに、シリンダー内にバケツなどで水を保水しなければならない。ため、放水の連続性は担保されておらず、放水性能もオペレーターの腕力に完全に依存する構造であった。クテシビオスの消防ポンプは4世紀のローマ帝国の衰退と暗黒時代の到来により、研究や改良を行う技術者が現れなくなり、十七世紀までは、もっぱら、 バケツリレーによる消火活動と併用される形に過ぎなかった。なおクテシビオスの消防ポンプは、18世紀中頃には、江戸時代の日本にも流土水として伝播しているが、放水性能の低さから火消したちの消火活動は、もっぱら破壊消火に限定される形となっていた。1616 16年、ニュルンベルクで改良された消防ポンプは、単動式。 ピストンポンプのシリンダーをあらかじめ大きな水槽の中に沈めておく過隣接させる形をとることで、ストロークの度にシリンダー内に保水を行う必要がなくなり、放水の連続性が大きく向上した。ニュルンベルクの消防ポンプは当初は単気筒であったが、後に回転ビームを介して2気筒を交互に動かす構造となり、連続して放水し続けられるようになった。 1666年のロンドン大火の際に使用されたとされる手押し式消防ポンプ車16世紀になると蒸気機関を用いて12メートル以上の高さまで放水するポンプが発明されたことが文献に記されておりファイアーエンジンと呼ばれていた。ただしこの放水ポンプが携帯可能であったのかは定かではない。 1654年、マサチューセッツ州林の技師であるジョセフ・ジェンクスが、手動式消防ポンプを、手押し車に乗せて、人力や馬車で運搬するアイデアを実行したと、されており、林の町は、消防車発祥の地とも呼ばれるようになったという。1721年と1725年に、イギリス、ロンドンで、リチャード・ニューシャムが、手動消防ポンプ搭載の消防車に関する特許を、 出願し、すぐに、イギリスにおける消防車のシェアを支配した。ニューシャムの消防車は1731年には、ニューヨーク市でも採用された。ニューシャムの消防ポンプ車は、並列に気筒のシリンダーに隣接して170ガロンの容量の水槽が取り付けられた、基本構造であることは、ニュルンベルクの消防ポンプと大差がないが、並列に気筒による。 放水圧力の安定化のために、水槽と放水パイプの上に空気質が設けられており、人力駆動でも高い放水圧力を持っていたことが革新的な点であった。アメリカに導入されたニューシャムの消防ポンプ車は、アメリカ人技術者により様々な改良が加えられていった。だが、ニューシャムの消防ポンプ車の時点でも、放水装置自体は、 消防ポンプの本体に取り付けられた回転式のグースネックに依存しており、放水と取水の自由度は大きく制限されたままであった。1776年頃のアメリカの消防活動を描いているとされる絵画。消防ポンプへの水の供給はバケツリレーで行っているが、放水自体はホースを介して行われている様子が描かれている。 入社無の消防ポンプ車に先んじる1672年、オランダで、革製の放水ホースが発明されたが、革の縫い目からの水漏れがひどく、消防ポンプの水圧には耐えられなかったために、その普及は、限定的なものでしかなかった。1792年、ボストンの WC ハンフマンは、革製のホースを消防ポンプ車の取水ホースとして、利用するアイデアを実行に移したが、 なお耐久性の問題が残されていた。この状況が大きく改善されるのは、1808年に、フィラデルフィアのアブラハム・エル・ペノックとジェームズ・セラーにより、銅製のリベットを用いて、縫い目が補強された革製ホースが発明されたことで、あった。1822年、ペノックは処水、放水の双方に、自製のホースを用いた消防ポンプ車をプロビデンスに、納入したが、 最初の発明以来1818 18年に、米国特許を取得するまでの間に1万3000フィートもの、革製ホースを自制あるいはサードパーティーに委託製造させていたため、発明者が何年も、商業利用した後に、改めて特許申請しても無効であるという判例を、生むきっかけともなってしまった。1730年代から1790年代に、かけて、 アメリカで様々な形態に改良された人力消防ポンプ車の絵画。ニューシャムの消防ポンプ車はアメリカに導入された後、米国の技術者により様々な改良が検討されたが、その過程の中で本質的には回転ビームによる上下運動により動力が加えられていた消防ポンプに何らかの構造で回転運動による 動力伝達を試みる改良が施された。はじめに、消防ポンプの髪型に回転ハンドル型のクランクを取り付けるコーヒーミルと呼ばれる構造が開発され、操作員がポンプの上でクランクハンドルを回し続けることによって、ポンプを連続駆動させられるようになった。この改良により、それまでの回転ビーム方式が、ポンプ操作要員に最低でも6人を要し、 どんなに熟練した要因でも、毎分60ストローク程度がやっとであったものが、2名の捜査員で、毎分120ストロークを発揮するまでに、高速化された。しかし、この改良をもってしても、1グループの捜査員が全力でポンプを連続駆動できる時間は5分から10分程度がやっと、という制約を超えられなかったため、 コーヒーミル型に続いて消防ポンプのシリンダーを横向きにして水平方向に回転ハンドル型のクランクを取り付けるサイダーミル型の構造が開発され人力の他にバンジューを用いて消防ポンプを連続回転させることができるようにもなった馬や牛による大馬力の確保は消防ポンプのさらなる水圧向上につながっていきこの安定した 圧力維持のためについには蒸気機関の再導入の欲求へとつながっていくことになる。イギリスの蒸気消防車。馬が引くことで移動する馬車であり、蒸気機関は消防ポンプの駆動のみに用いられた。1802年、リチャード・トレビシックが世界初の実動する蒸気機関車を発明し、1814年にジョージス・チーブンソンが蒸気機関車を 実用的なものにした。その後、蒸気機関の改良は進み、1829年には、イギリスにおいて、ジョン・ブレースウェイトとジョン・エリクソンが、蒸気消防車の製作に成功する。二人が製作した消防ポンプは10倍あで、毎分900リットルから1200リットルの水を、約30メートルの高さまで放水できるものであり、消防機器の機械化、第一号と言える。 1871年式、アモスケーグマニファクチュアリングカンパニー製蒸気消防車。蒸気機関による自走が可能となったモデルである。1840年に、アメリカ合衆国は、イギリス人技師のポール・ラムゼ・ホッジを招き、ニューヨーク市公会堂の国旗系用途を超える、放水能力を持つ蒸気ポンプの製作を依頼する。ホッジは1841年3月末に、 蒸気ポンプを完成させ、公開試験で性能を披露した。この、ホッジの蒸気ポンプは、自力走行できる性能を持っていたため、消防自動車第1号と言える。日本では、1870年に、東京府消防局がイギリスから、蒸気ポンプを輸入したのをはじめ、1899年には、日本製蒸気ポンプを、市原ポンプ製作所が製作している。 手押し式ポンプに比べ数倍の性能を持つ蒸気ポンプだが普及はスムーズには進まなかった。イギリスでは十分な水の供給ができないことと一般市民と火災保険会社が対立したことなどから蒸気ポンプは不採用となった。アメリカ合衆国では蒸気ポンプの使用によってこれまでの手押し式ポンプが無用となることや 消防職員の仕事がなくなるのではないかといった理由からニューヨーク市消防局で反対の声が起こりやはり蒸気ポンプの採用は見送られた日本の場合輸入した蒸気ポンプは東京市内の道路が狭くて効果的に移動できないこと操作が複雑で十分に使いこなせないことなどから1876年には北海道市町の函館に売却される しかし、函館でも十分な利用は行えず、1885年には、森岡市に再売却されてしまった。1905年のノックスオートモーティブ製、消防ポンプ自動車。1905年、アメリカのノックスオートモーティブカンパニーが、実用化されて間もないガソリンエンジン駆動のトラックに、消防ポンプを乗せるという革新的なアイデアを、実行に移し、 近代的な消防自動車の第一号となった。ノックスの消防自動車のアイデアは、芝叩く間に、アメリカ内外の自動車メーカーにも追従されていく、ことになった。内燃機関を用いる自動車への消防ポンプの、搭載は、1875年に、オズボンレーン・レノルズにより、概念自体は、発明されていたものの、人力、蒸気機関のいずれを用いても、 最大回転速度の問題で実現不可能と言われていた遠心ポンプの実用化にもつながることになり消防ポンプ車は飛躍的な性能向上を果たすことになるその後技術進歩もあって日本においては1911年に大阪市がドイツからベンツ車製の消防ポンプ車を輸入し1914年に開催された 東京大賞博覧会でのイギリスメリーウェザー社、ドイツベンツ社の消防ポンプ社出展を見た横浜市がメリーウェザー社のものを名古屋市がベンツ社製のものを購入した。1917年には東京市もアメリカンラフランス社から消防ポンプ社を購入する。日本製消防ポンプ社の制作は1939年からとなる。日本の消防車は 赤い塗装であるが、これは1911年に大阪市が輸入した消防車が赤色であったためである。1951年制定の道路運送車両法法案基準第49条第2項によって消防自動車は朱色であることが法律上定められた。ポンプ車、はしご車、科学消防車、指揮車などがある。ドイツ語ではヒューアウェアフヘッグという イタリア語では、カミオンデイ・ポンピエリという、台湾カ語では、消防車という、ファイアエンジンという、地域により、消防車の色が異なる。森林が広がる地域では、道路から離れた場所での森林火災に対応するため、オフロード仕様のつまり四輪駆動で最低地上高の高い消防車などもある。ありがとうございます。